すべて乗り越えて今ここにいますおおハッピーはいこんばんは「リトルホワイト o l y の茶笑いスタートしましたはいどうもこんばんは12月21日月曜日はいマンデー夜10時、はい リトルホワイトの茶笑いでございます。はい、始まっておりましたね。えー、私、リトルホワイトのリュウズと申します。よろしくお願いしますそし。そして、ゆうきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いしますさあ、さあ、さあ。十二月最後の放送ですね。ですね。はい、はい、はい。なんかもう、あの、来週もあると思ってたんですよ。うん。だから、結構、あの、ちょっとゆるく入ってきてしまったんですけど。はい,はい、はい。今年最後ということで。あの、なんていうんですかね。 やっぱり最後らしくなんか決めないといけないわけですかラジオ番組というのはどうなんだろうねだいたいこうこういう番組ってなんか最後は最後らしくなんかあれですかこう掛け声で終わるとかなんかあのよーパーみたいな一本締めでそ,うそ,うそんなラジオ見たことない、ね、そういう感じにやってみますかじゃあそういうラジオ番組見たことないということはそうだねじゃ逆にじゃあ今日一本締めで締めましょうよ。 いいっすかじゃああのー、であの何新年一発目は一本締めではじめましてもうとりあえずその一本締めを何ていうんですかこう何あれやっていくパターングダグダはいすいませんはい、えー、この番組ではメッセージを募集しておりますこのラジオを聞いてくれているそしてユーストリームを見ていただいている皆様からのメッセージを募集しておりますはい メールアドレスは7 9 7 f m g i n o w c o m 7 9 7 f m g i n o w c o m です。f m g i n o では Ustream で映像と音声をネット配信しておりますので、ぜひ f m g i n o のホームページをチェックしてください。よろしくお願いします。いそして本日のメッセージテーマですが、はい じゃあ、ゆうきさんの方から発表をお願いしてもいいですか。はい、わかりました。本日のメッセージテーマは。今年一番まるまるした話。はい、ありがとうございます。はい、ますえ、皆様の今年一番まるまるした話。まあ、例えば、うんはい、今年一番これ起こったよ、ムカついたよとか。今年一番これが嬉しかった、幸せを感じたとか。<laughs> これで一番泣いたとかねああいいですねそうそうそう何でもいいもう皆様の今年一番をぜひ、えー、私森竜斗と、はい、そして僕の相棒である砂川祐希に教えてほしいなとああぜひですねなんかあの、ねね、面白いメールとか欲しいっすよね <laughs> まあまあこれちょっとなんか僕らをこう笑かしてくれるようなメールそうだねぜひね,ね僕らをそうそう僕らやっぱ番組名が<ー>リトルホワイトのチャー笑いということでチャー笑いがついてます まあ僕たち普段からよくね、本当にギャラギャラ笑うタイプですので、はい、そんな僕らをね、ぜひギャラギャラ笑わせてほしいなと思います。これ<で>あのね、最初に言っておきたいのが、僕らは笑かすのではなくて、その笑わせてほしいということですよね。だからそういうメールを、えー、たくさんお待ちしております。そしてなんと、はい、メールをくれた方、そしてさらに、はい、砂川祐希が笑った、 砂川祐きを笑わした。砂川祐きが笑顔になった。<laughs> そんなメールをくれたあなたには、<laughs> 今回からプレゼントを差し上げたいと思います。お<ほ>そのプレゼントというのが何ですか、はいししはい、えー、リトルホワイトの茶笑い、それ受けるステッカーでございます。 いやー、ラジオらしいことに、えー、したいと思いましてですね、はい、先週作りまして、はい、あの番組の,あの最後、えー、本当に放送終了の5分前ぐらいに告知したんですけど、これフェイスブックでもちょっとあげましてですね。そうですね、はいリトルホワイトのフェイスブックページでも上げてますので。はい、そ,うそうそうそう。あのどういったあのステッカーかというとですね、まあ、大きさは大体その名刺よりちょっと半分ぐらいの大きさですかね。えー、ちょっとあの えー、ラーメン加工の、えー、テカテカした写真あ写真じゃないあのシールなんですけどもこれをですねあのメールを、あのー、くれた方にですねまあでもやっぱり面白いメールをねちょっとくれて、まあ、さっき森も言いましたようになんかこうクスッとさせてもらったくれた人にぜひあげたいなと思ってるのでいやいやもうみんなにあげよう<あ>みんなにあげようあげる <laughs> いやでもなんかねちょっとこう敷き なるほどね。ハードルを逆に上げて、まあ。砂川祐希は作ってますからね、そのステッカーをね。そうですね。こんばんはだけくれた、メールをくれた方にあげるわけにはいかないね、それはね。これはもうね。エピソードなしでね。まだ誰にもあげてないので。なるほど。 ぜひね、これ100枚ありますので、おい砂川、こんばんは、だけくれた方にもそれあげるって言ったらね、それちょっとおかしくなってくるからね、でもそういう感じのも面白いしね、<laughs> それはそれで、<laughs> なんか、ぜひ、あの、くすっとなるようなメールお待ちしております。はい、ぜひお待ちしております。はい、797-FM 議の案ですので、よろしくお願いします。<laughs> よろしくお願いします。それでは、ここで一曲聴いてください。<laughs> 僕たち、リトルホワイトで、ハッピーウェディング。 ハッピーウェディング今日は君が世界で一番輝く日ハッピーウェディング今日は君が世界で一番ハッピー ありました「すべて乗り越えて今ここにいます」「おおハッピーウェディング」「今日は君が世界で一番輝く日」「ハッピーウェディング」「今日は君が 「これからもいろんなことあるだろう」「二人手を取り乗り越えてゆきます」「ハッピーウェディング」「今日は君が世界で一番輝く日を」 ハッピーウェディングは君が世界で一番輝く日もハッピーウェディングは君が世界で一番ハッピー世界で一番ハッピー はい今 CM 中でございます。ユ、はい、ース t r e ム m を聴きの皆様は僕たちの声が流れていると思います。y o u は多分これを多分これを2つとも CM の音が流れている気がする。あ、こうですね。そう。なるほど。こういう感じでユース t r e ム m でもまあおしゃべりをして、今は実際はラジオでは CM が流れていますがユース t r e ム m では僕たちの声が聞けるという。まあ、残り20秒ですね。ほほほっていう感じですね。これ、ね。 どうもこんばんは、ユーストリームをご覧の皆様。僕がリトルホワイトのリュウトです。そして、え僕がえリトルホワイトのユウキです。よろしくお願いします。2人合わせて、リトルホワイトです。よろしくお願いします。いますはい、4秒前。3、2>, はいはい、2、はい、始まりました。リトルホワイトの茶笑いでございますが、難しいね。さっきね、ユーストリームをご覧の皆様には、ユーストリームでの あ要はラジオでは CM が流れてる間僕たちの声をと思ったんだけど、はい、もしかしたらさっきメモリを上げてないからユーストリームもただの口,口パクだけだったかもしれないね <laughs> あこれは一応確認した方がいいですね。なんていうんですかこの放送が終わった後に須永佑樹、必ず、えー、反省ということで、はいあのー、振り返ってるわけですよ。あなるほどその時あの時は確かあの 僕らの声入ってないんですよだから無音でんかこうカメラ目線でんか砂川由紀がずっとこうんかああだこうだ言ってるんですけどもう何か何をやってるかが分からないっていうのでそうだよねだからそこら辺ちょっとまあこれからまた勉強しますのでぜひねユーストリームをご覧の皆様は今日僕たちがカメラに向かって何か喋ってて音が流れてなければ口パクだよとか今音出てないようなんがあればぜひありがたいそういうメッセージもくださればよろしくお願いしますそれでででははここ突然ありますが 最近のリトルホワイトというとで,ですいいますと実は僕たち先々週ですねえ友達の結婚式で歌ってきましたねありましたね初めてリトルホワイトとしてまあ余興といいますか舞台に立たせてもらいまして先ほど聞いてもいただきましたリトルホワイトのハッピーウェディング。はははいいい それと、まあ、カバーの、えー「ウルフルズのいい女」二、ね、曲歌いましたね森さん、あのー、話変わるんですけど、はい、話始めたばっかりですけど話始めたばっかりですか、はいあのー、変えたいんですけど結婚式の余興って何回ぐらいやったことあるもうね多分ね7回とか8回はやってると思う7回とか8回うん、うん、これは、ね、その沖縄の29歳の一般成人の方うん、うん 平均何回ぐらいやるのかね一年に多分ね多い人はもっと全然そんな日じゃないと思うよ、うん、ああう、うん、20回とか30回とかやっぱそれぐらいいくかねこの前あった人がさあの結婚式1か月に何件ぐらいあ,のありましたかみたいなねあるさね、うん、何件俺びっくりしたんだけど9件って1か月にそう,もうほぼじゃあ毎週末だだから3回あの3つははしごしたっつって結婚式はしごすることってあんのか いや、ない、あ、まあ、あるんでしょうね、そういうってことは、ね。いや、でもね、結婚式のあのお祝儀ってあるじゃないですか。うんうん、あれは、だから、ね。それだけお金が。持ってるんだよ、その人。すごいな。出るんだ,るんだは,いはい、はい、ませんね。まあ、余興っていうところが、ちょっと思え、<laughs> 思い浮かんだんですけど。<laughs> いや、いや、そうそう、それで、まあ。この質問をするってことはね、そう、長がゆうきさんは余興何回目でした、この。いや、経験なくて。な、うん、だもう本当に、ああ、やって、こう、なんかしっかり準備して、前準備してとか。はいはい、あの、出演する。 っていうのは、初めてですねうんうん、うん。そう、僕たちは、だから、あの、まあ。大学時代の、仲の良かった、まあ、ね、女の頃、女友達。の方だ、新婦が友達だったんですけれども。の、まあ、挙式からね、で、はいはい、で、その後。 リハーサルはい、はいね、大体まあ6時半ぐらいから式が始まるってだったら僕の経験上、リハは5時過ぎ5時半とか1時間前ぐらいからリハを始めて、うん、まあ10分ぐらい立ち位置とか、まあ、音ちょっと流して準備して終わりっていうのが大体余興のリハなんですねでも今回ね、うん、やっぱ僕たち気合い入ってましたねあ違うやあのね、あのねあのね 確か、リハというか結婚式の本番は6時半だった。時時半半で、俺らの出番が8時半でしょで、俺らがリハに入ったの何時でしたっけ ?4 時。はあもうね、400名希望の結婚式というのは聞いとったわけですよ。400名の前であなた歌ったことありますかないないでしょない。だ緊張するわけよ、やっぱり。30名という前でも、10名でも、むしろ1人でも緊張するのに。 400名ってだから4時に入ってこうしっかり心構えをしてやったね入念にやったね入念にやってあの喉の調子もね、うん、ちょっとあのー、だいぶこう良くなってきた時にそうだね本調子ではなかったわけですから,から、ね、ちょっと喉痛めてたからねそうそうそう あとメニューエルもね、併発しましてね。ハハハハハなんつって、そして、YouTube にありますので、YouTube で見れるんで、よろしくお願いします。ではまずそんな感じだから、要は4時に終わって、俺すぐ本番と思ってたよ。だから、あのあと5時ぐらいにリハ終わって、だからその後と3時間ぐらい。中だるみの時間。1時間リハはやっぱりしゃね。式場の人もびっくりしてたね。1時間リハってまずないからね。 大体どれぐらい10分から15分や,やったね <laughs> リハねすごいリハやって <laughs> まあでもそれでもね会場の人もとてもスタッフがねいい人だったのでああカカズさんでしょカカズさんカカサムシングフォー西崎のね かず誠さんあり,ありがとうございます40歳ぐらいらしいんですけど <laughs> 高校生にタメ口に聞かれるっつってあのキャラがいいんだろうね <laughs> きっとね <laughs> そ,うそ,うそれで、まあ、リハも無事に終わりましたよくしていただきました、はい、ありがとうございますでリハ終わってそこからまあ1時間ぐらいちょっとゆっくりをしてはい、はい、で6時半スタートとはいはいはい で6時半にスタートして僕の横に砂川さん座ってましたそそそうううそう結構ね楽しんでましたよね砂川さんの顔色がなんかみるみるおかしくなってて嘘そ大体んていうんだろう顔が白くなるとか色が白いっていうのは2人で言うと担当で言ったら僕でしょプルー飲んだほうがいいですね僕ですよね担当はその顔が白い担当はそれがなぜか僕より砂川さんの方が顔が白かったんですねあれ唇じゃない白かった 貧血よそうだねそうそれが血圧がちょっとね変動した可能性がありますで急にもう砂川さんあのー、序盤の方で席立ってね、うん、いなくなって、うん、で <laughs> 僕らの周りの宅の友達たちもあ勇気大丈夫勇気どこに行ったのっみんなで勇気を探す勇気を心配するっていうことになってだから6時半スタートしても、うん、君は多分6時40分ぐらいにいなくなってて、うん で、出てきたのが、余興が始まる前だから8時半だよね。<laughs> その間、2時間、2時間ね、皆さん、彼は、あの、余興の控え室で寝てました。<laughs> <laughs> ごめん、ごめんね、ゆきの、あの、ね、綺麗なドレスを着てたという情報は入ってるんですけど。料理を一口も食わずね。ああ、ほにね。寝てましたね。健康は当に大事にしたい。 大切にしたいまあだから最初は体調不良だ体調不良だって思ってたわけよ俺も、うん、喉も壊してるしいろいろ大変だったんだろうなって思ってたんだけど、うん、まあ無事余興は終わったじゃないそこはやっぱさすがよね本番には強かったよね須永さんああもうだからなんとかそ,<う>そ,そこに照準を合わせました始まった瞬間もうドカーンと爆発して、まあ、いい女から始まったんですけど、ね、いい女で。 バーンと盛り上がったわけですよ。あのハーモニカを吹かせていただきましてそうそうそう。僕はステージの方に僕はオンステージでステージの上に立ってて、<laughs> 彼はこうドアから出てくるっていう、ちょっとまあ演出も、凝った演出をちょっとして。そうあなた,た演出しましたね。そしたらまあ、ね、やっぱそういうことをあんまりする人いないので、それでもう物珍しさもあって、おおなんだこいつはみたいになってねやっぱね。 あ,のあそこに立つ,立つじゃないですか、うん、あ,あなたやったことありますかああやってドアが開いてカメラ目線で入ってきて、うん、要はその会場の中にいっぱいあのテレビがあるさね、うん、あれに俺のアップが映るわけよああいいじゃない。 あの気持ちは、すごい、一応、気持ちいいであるけど、この入ってきたときに目の前のお人たちが、全くこっちを見ないというの、やっぱり結婚式だからしょうがないじゃないですか、それは、それはしょうがないんだけど、あの中、ハーモニカをぶっ放して、なんかこう、なんかテンション上げ上げにするっていうのは、やっぱりなかなか難しいですね。まあまあ、そこらレスポンスのねない状態でやるっていうでやっぱり勉強になりましたね。須永さん、それができてたから、会場も一つになりつつあったから。 本当そうそうそうあれはやっぱすごいもう君の力砂川さん天才だと思ったあれは見ててただ<う>逆に言うとう砂川さんが何、ね、て言うんだろうあ<は>こう<に>精神的にきつ,いきつかったりとか体、まあ、力的にきつかったりとか,か、うん、落ちてるときっていうのは 森はすごい冷静で逆にすごい落ち着いてるいやだからそういうとこがありますよね <laughs> あなた<で>あの僕がどん底にいる時あなたどっちかっていうとヘラヘラ笑ってるからで森は砂川さんのそのはっちゃけてる姿をもう本当に冷静にまじまじと見てたわけよすごい盛り上がってた<ん>すごい盛り上がってたそ<う>ステージ上から見てたわけどもう俺も嬉しかったそんな話聞いた <laughs> 嬉しいよねステッカーあげろお前に <laughs> <laughs> まあそれでえ無事に予定も終了して、たくさんあげるも、あの会場の方もまあありがたいことに盛り上がっていただきまして、本当にありがとうございました。そのステージが終わった後ですよ。はいはい。なんと砂川さん。はい。 体力復活してですね、はい、もう残ってたチャーハン、ばくばく食い始めてね、あの隣のね、テーブルがね、<laughs> チャーハン余っとるわけですよ、全部、<laughs> なんかあの女性ってあの、炭水化物あんまり取らないですかね、うん半分以上、あのね、美味しい、あのパラパラの、本当にあのいい中華鍋使ってると思うんですよ。 だからあの米が一粒一粒、あれ結構家庭では出せない味ですよ。<laughs> あのコンビニにある、美味しかったです、あれ。だからあれをねぜひ食べたかったんですけど、まあ、半分しか食べれなかったっていう、まあ、僕の体調がこう復活するのがちょっとね、そ<う>ああだ,んだがあだ時にね思ったのが、うんだ 彼は、まあ、砂川さんは体調が悪かったんじゃなくて、はい、単純に緊張してたんだっていう <laughs>。緊張してたけど、まあ、それはね、やっぱこう、長年付き合ってる森にはちょっと恥ずかしくて言えなくて、ちょっとこう、リュートごめんちょ、ちょっと体調悪いからちょっと、ちょっと休んでくる。つって、でもあれですよね、あの高校生の時って、その例えば、ちょっとね、模様すとか、はい、そういう類のことって言えないじゃないですか。はいはい、恥ずかしくて。うん、多分それと考えていただいて。<laughs> ステージが終わった後ねすごい元気だったもんね自分でもびっくり,っくりしてやっぱ400っていう数字がまあまあでも確かにねすごい人多かったねでなんであんな落ち着いてたのあんたいやだからそれはまた逆に言うとそれは砂川さんのおかげよね <laughs> <laughs> 砂川さんがすごい緊張してたから<ー>こいつ緊張してるわーっていう目で見れるからこうすっごい落ち着いてたもうすっごいあん時もすっごい落ち着いてたの <laughs> すっごい冷静だったからね でもねこれ逆、逆パターンがあると思うでしょ、<laughs> あの大学の時に、あ,のあなたはマックスイク飲んでお腹壊して、<ー>ライブ出れないってとあったでしょ、はいはい、あれは俺、ギター弾けないのに、<laughs> 弾けないのにだよ、弾けないのにステージ立ってたんだよ、うん、一人で、この、うん、話するか、<laughs> もう次に行くか。い <laughs> いやいやどうぞどううぞぞ 一応、なんかその時にね、あのハーフの女の子がおりまして、あのアリーシャっていうんですけどね、その女の子に、洋楽でちょっとこう、なんか発音きれいな洋楽ってやっぱり人引きつけるわけですよ。だからあれを歌ってもらって、なんとかね、そのギターの音なんてもう、鳴ってるよって鳴ってるよないもんですよあ、あれを。あれをやりまして、まあ、ソれで拍手もらって、なんとかことなきゃ言ったんですけど、終わってきてからな、あの普通になんかケロッとして、でごめんなって、ごめんね、進むか。 <laughs> <laughs> ありがとうございました。では、ここで一曲聴いてもらいましょう。モンゴル800で、Good Morning Okinawa。 はい、はい、今はユーストリームが流れていますね。はい、大丈夫です。ユーストリーム声が入ってます。入ってますか？はい。これはじゃああの僕お家に帰った時に、はい、チェックしてください。お画面をチェックした時に僕の声は、えー、ネットに配信されてるということ、ね、そうですね。えー、曲が三分ありますので三、はい、分間隙間だけ喋ってください。わかました。これはあのラジオに、えー、この声は流れている。流れて今ラジオではモンボラン八百のグッドモーニング沖縄が流れてますので。ああ、なるほどなるほど。 いや結婚式本当に400名は多分今だからいけるけどあれやっぱ緊張してたと思う、うん、緊張だったねゆきゃね,ねだからなんだろうだ多分もう1回あれば大丈夫だと多分ね離れっていうのは、うん、俺もあると思う逆に言うと森はすごい結婚式慣れてるからもともとバイトもしてたし結婚式場で予定もやってたから、うん、400名の前で踊ったりとかも普通にしてたからそ,かそこに関しては問題なかったね残りの7回っていうのは、うん 全部なんで、ね、その踊り踊踊りない、ね、ってことは複数の人たちとやるそうそうそう。まあ七七八名ぐらいでみんなでああなるほどねそうダンスできるかいいよね。そこら辺はだこのダンスのパターンとじゃあ歌もののパターンが今回じゃ初めてだそうそうだねで砂川があんまりにもあの同緊張してるから逆に冷静にまあ冷静に何を何をやってんだこいつみたいなすっごい冷静だった本当になんかもう 新郎のお父さんの顔まで見えたもんね<ー>もう一番離れてたけど性格があんまり良くないのがホンにだからそこをね大丈夫かとまあ大丈夫かって言ってもなまあ一応大丈夫じゃなかったしね、うんうん、そこの辺は本当にあのねっビデオであの神父のドレス姿をそうね見て欲しかったなそうっすね、うん、う後ろから見てましたけど生きのはほらだってお前 まずは浴衣姿ですごいね一目惚れしたところから始まったでしょう浴衣は何色がいい女性の浴衣俺は、うん、赤赤、うん、帯がいや全部全部赤,赤帯,<よ>帯は黒あ赤と黒って合うかだから俺すごいセンスがない <laughs> いや赤の赤の何浴衣最近の浴衣ってさちょっと 短くないですかああ、あれでしょ、ホワイトビリーが流行らせたんじゃないああ、そうなんだ。うん、あ結構じゃあ、昔から流行ってた昔からそうあのなんか俺、ギャルがつけてる浴衣の印象しかないけど。ああ、まりギャル好きだもんね。あガングロ <laughs> あ、1分前一分前、ありがとうございます。一応 <laughs> ね、俺、あの、石木雪乃さんのですね、あの、黄色い浴衣。黄色い浴衣ね。 えー、大学1年のあれはそうですね、今から、えー、坂遡ること2004年の、えー、多分7月ですかね。雪の聞いてますか、あのー、結婚おめでとう。ラジオで言うのもあれですけど、やっぱあの時はちょっとポッてなってましたね。うんなってたね、言ってたもんね、だって。いやでもあれ、黄色は可愛かったで。はい、30秒前。うん、でも旦那さんもあれだね、身長そこまで大きい人ではなかったね。 <laughs> <laughs> だけどみたいな別に何にもないでしょそれはあのねだ男性の身長はやっぱり大きい方がいいんですかね皆世の女性の皆様あの僕の身長はですねあの沖縄県のちょっと考えます沖縄県の、えー、女子の平均身長なんですよなのでこの身長はやっぱり女性から見ると人気がないんでしょうかあの女子が少ない 大学であの、ミスター候補というのがありますね。あの、かっこいい男を決めるという。あれにかすりもしなかったですね、僕らは。そういう、えー、あまり顔は、えー、なんて言うんでしょう。あんまり良、えー、くない。良くないって、まあ、自分で言うのも。あんまりねあの。ネガティブな言葉はぜひいい。両親に失礼だろ。ジョン・デンバーに謝り。<laughs> <laughs> あん,まりあんまり言うんじゃない <laughs> F F 昔の番組を聴いてた人でも試合に。はい、5秒前4。3。はい、リトルホワイトの茶笑いでございます。時刻は10時26分37秒。 絶賛生放送での放送中でございます。はい。ちょっとね、ユーストリームで僕たち、ぺちゃくちゃ喋ってますので、はい、いや、僕、ヘッドホンこんな感じですけども、ちょっと今、ラジオが始まって慌ててる状態でございますが、はいはいはい。なんか、あれですか、こう、やっぱり作業をしながらというのは難しいですかいえいえいやもう僕は砂川さんが横にいてくれるので、心強いです。あー 本当にね、あのー、どっちかがバランスを崩すと、あのー、どっちかがねその、えー、欠けてる部分を補おうとするものですよねきっとねデコとボコだね<あ>メッセージのコーナー,ーはいさあ面白いメールは届いたのかしらそれでは、はい、メッセージの方、はい、ありがたいことに届いておりますのではいはい 早速読んでいきたいと思いますはいはいラジオネーム上野こうさんはいどうもこんばんはこうさんこんばんは l i t ホワイトですよはいよ今年のまるまる話は父親勇気と同じく砂川さんですねはい、はい、砂川勇気と同じく、はいえー、私も1人暮らしをしていますほほう,ほうもう4年になりますがあ大先,輩です、ね、先日久々に実家に帰りはい 母親と父親についての話になりました、うん、ハロウィンの時近所の子供がうちの実家に子供がお菓子をねだりますが、うんうん、60になる父と母の2人しかいない家にお菓子などあるはずもなく、はい、そこで父親が開けたもの、はい、それは夕飯に食べようと買っていたとんかつとんかつ <laughs> しかしそれが子供に大好評 喜んで帰っていったそうですがその後その子の親があまりに謝りに来ていたそうです来年もハロウィンの日は実家にとんかつがあると思います長々と失礼しました勇気髪切ったね <laughs> モリモリ落ち着いてるなということでコウさんありがとうございます <laughs> これはどうでしょうステッカーあげます <laughs> ダメだこれも多分お前の読み方もあると思いましたコウさん面白いですねみんなさすがですね あ,あ、そう、あのー、僕のところから、一応メール読めないようになってるんですよ。ううなので、今本当にね、あの、新しく申請に入ってくる情報だったわけですけど。うう <laughs> ハロウィンに、どんかつですかって。<laughs> これ、切ってあげたんですかね。<laughs> そのまま、あげたて <laughs>。いや、あじゃ、そういう意味じゃなくて、<laughs> あの、この、あの、一昨あの、一人暮らし遠くなんですけど、あの。うん、マックスバリューに。 総菜買いに行ったんですよ、うんうん、そしたらあの、切られてないとんかつ、要はあげたばっかりの、はい、あれが95円で売ってるんですよ、サガタのマックスバリュー、うん、あれをぜひですね、ゴジャートは半額になる可能性があるので、<laughs> 皆さん、要チェックしていただきたい <laughs> <laughs> まあそういう感じなんですけど、だから、なんだろう、まあまあま、あそうでしょうね、でもやっぱり面白いね、やっぱ k o さんが面白い分、KOO さんの両親も面白いんだよね。 コウさんのメール多分いつも面白いぜ。あ,あ多分、多分次に送ってくるメールもよ。多分めっちゃ面白いぜ。<laughs> ね、コウさん。あ、ドラギるね。<laughs> いや、でも、とんかつはちょっとやられましたね。なかなかないですね、これは。うん、うん、あのー、何ですかあの、北部ネタですかこれは。いや,いや、違うんじゃない上の、上のコウさん系ネタじゃないきっと。いや、なかなかないですね。勇気髪切ったのん髪切った ラジオですよ、見えないでしょ。すごくない何がラジオで見えないのに髪切ったって。確かにそうだ。どうやって知ったんやいや、言うそうでしょ。正解。はい、髪切りました。あのですね、さっぱりしてますね。一時期、あの、散髪屋をはしごしたっていうことがありまして、あの、なんていうんですかね、一回、河野池というところで、俺も笑ったか分かんないけど、髪を切りに行ったんですよ。はい。したら、あの、安くて早い。 携帯の画像を見せまして、うん、こういう風うに切ってくれっていうタレント？タレント？わかりました。だから Google で検索した。で、これ見せたらもう瞬時にもう画面をこう、うん、あオッケーですっ,つってすっきり出したんですよ。うん、でその後15分15分経ったらもう仕上がったわけですよ。髪の毛が。で鏡を見たらあのなんていうんですかね。これあんまり放送で言えない。まああのね玉玉 <laughs> みたいな。<laughs> 頭になりましてですね。あのー、さすがに髪の毛で、大概あんま男の人っていうのは、あの髪切った時ってあんま反応しないでそうだね。ね、女の子だったらなんか、ああ、前髪切ったとかって言うけど、うん、男はあんま反応しないわけですよ。髪切ったとて。確か,確かに確かに。だけどね、これを見た友達が爆笑しましてですね、僕も鏡見てなんかこう、本当にやるせない思いになりまして、はしごしたということがありました。 はい。<laughs> ありましたね。今のでステッカーは無理だな。うん。自分で作ってるからね。いやあ、うさん、ありがとうございます。げなければ99枚あるわけですから。勇気は何かありますか今年一番まるした話って。はい、そうですね。今年一番だというのであれば、うん、えっと、そうだな。やっぱり、今年一番、えーあ、でも今年一番ではないな。 あでも1人暮らしもまあ,ある意味で一番大きい出来事っちゃ大きい出来事,出来事ですね。まあ一番なんかこう感動したという話でいったら空を飛びましたね。おははははいはいはい、はいそれは、はいはいはいどういうことですかえっと、まあ、ある日ですね、天気がいいです、すごいあの快晴の日に、うんあの大、大島ってあるじゃないですか、うん、あそこであの天ぷらをちょっと買いに行きまして。 結構あのたまにお腹空すいた時に大島に天ぷらを買いに行ったりするんですけど、まあ、そこで200円分ぐらい買いましてですねおにぎりと一緒に、まあ、米は大事ですから、まあ、それを海でこう、あのー、ポケーとしながら食っとったんですよ、うん、そしたら、あのー、上空にですねパラグライダーやってる人たちがいっぱいいまして。ほうほう あの自分、森さんは多分知ってると思うんですけど、僕、名刺にもう、パラグライダーの絵描くぐらい。そうだね。そう。すごいなんか、空に飛ぶことに憧れがありまして、だからやっぱ、そのなんかもう、目が釘付けになってずっと見てたんですよ。そしたら、あの、だんだんこの人たちがね、あの、パラグライダーの人たちが、だんだんこう、テイク飛行してきて、まさかだろと思ったら、このスタッフの人が現れて。 スタッフーがスタッフーが、うん、古いなあ <laughs> スタッフーが現れて砂場 <laughs> になんかあのブルーシートとか <laughs> 旗を立てて要はなんか着地するようなポイントを作ってるわけですよほうほうやすげえなと思って話しかけたらなんか、あのーうん、動画撮っていいよとか写真撮っていいよみたいなことになりまして、うん、ずっとバシャバシャやってたんですよそそれを見てたそのおじさんがなんか君好きなのって言って あ僕はあの、あのとてもハマってましてとか言ってなんかこうあの名刺とかも渡してなんかこう自分の情熱を伝えたわけですよ。お<う>そしたら、飛ぶって言われたんですよ<う>。ちゃんと話聞いてるか聞いてるよ。君、間があったよ、君。飛ぶって言われて。うん、すぐはいって。したら15分後、僕は空の上です。えー、うん、気持ちよかった曲なんか間があるな。気持ち,よかったちゃんと気持ち込めて聞いてないな。は気持ちよかったいや、気持ちよかったですよ。 もうねあの空に飛ぶ瞬間、要は知念、えー、岬の上空を飛んだわけなんですけど、あそこの崖がねだいたい60メートルぐらいあるんですよね。だから、60メートルからジャンプするっていうのは普通の人じゃありえないぐらい怖いですよ。というか、普通やらないですよ、うん、5メーターでも3メーターでも怖くて、<laughs> だけど60メーター、それを飛ぶっていうから、もう本当にどういう気持ちになるんだろう。 もうなあの上空は寒いからつって,言ってなんかすごいウェアを全部長袖とかそう,、ね、そう全部着てワクワクだワクワクそれでなんかワクワクん思いっきりなんかこう t a n d e 行こうつって,言ってその一緒に飛んでくれるあのインストラクターの方が後ろについて、うん、でその人のあのー、指導に従ってこう指示に従ってあの走らないといけないんだけど、うん、もうねこの浮く瞬間っていうの、うん、感動ですよだん,だんとこう<ー>地面がこうまあそうだろうねそう離れていくわけですよ夢にまで見たと、ね、そうでねあのー あるおじさんが言ってたんですよ、飛ばないとわからないよって、お<ー>鳥になった気分なんだって言ってて、で俺それ聞いて何言ってるんだと思ったんですよ。うん、だけどね、やっぱ分かった、その気持ちが。え、いいすげえ。だからね、僕は改めて君に言いたい、うん、飛ばないとわからないよ。はいはいはい。うん、それでも大事だよね。うん、だからまあ5分ぐらいしたら気分がなくなって降りたんですけどね。 そこさの後となんですよね、ゆうきさんね、うん、せっかくこう,もう本当に夢にまで見たパラグライダーをなんとすごい偶然にも飛べることになって、うんはい、飛んだんですよ、皆さん、長井空を飛びました、そして<ー>空に彼が放たれて、その5分後、彼は一緒にいるインストラクターのおじさんに。はい すいません気分が悪いんで下ろしてくださいとああ<ー> <laughs> そうなった <laughs> 信じられないですね興奮したんですかね君はそういうところがあるよねうんだからやっぱあれじゃない本当に 砂川さんは、テンションが絶頂に達すると気分悪くなるとか結局、奥田民生に会った時も、奥田民生に会った瞬間気分悪くなったでしょなった。あれも絶頂で、パラグライダーも29年間夢見てたものに、手が届いた瞬間、気分悪くなって、5分で、だって30分飛んで、運ん、円も5分飛んで、運ん、円も一緒でしょそう。料金は、一緒。それを自ら5分でもうやめてくださいと。もう言うな。 もう空見たくないです。もうあんまりだ。そんな青空見たくないですと。もう,もういい。<laughs> もうしばらくはだから、ちょっとね、そうだね大丈夫です。今年一番がっかりした話だったな僕のね。それはね。<laughs> <laughs> ありがとうございます。<laughs> あじ,ゃあじゃあ、逆にじゃあ,あなたありますか,か僕はね、あのはい、今年本当一番驚いた話なんですけど、はいはいはい、何でしょう 僕ら仲良し4人組がいるじゃないですか。ああ、四4人ですか。ザ・4人。あ四4人の命だ。4人の命。はいはい。4人の命っていう、僕ら、大学から仲良くしてる4人組の友達がいるんですよ。はいはいはい。よく僕と砂川さんとかの話で、まあ、みんなこうやってマイペースなのに仲良くできるのって、やっぱみんな B 型全員 B 型だから、そうね。血液型みんな一緒ですね。だから、まあ、なんとか成り立ってるんだろうなみたいな。この4人っていうのは、本当それぞれがマイペースで。はいはいはい。 た多分協調性ないっちゃないような4人組ででもねなぜか B 型だからねってほかの B 型の人にはちょっと申し訳ないんですけどもいわゆる B 型って要はマイペースな人とかねそういう感じじゃないですか自分中心って言われてる説はいろいろあるけど言われてるじゃないですかその中で僕の友達であるそして砂川さんの友達であるりょうくんっていう友達がいるんですよあああるですかうくんってていい友達が 言ったら僕ら4人の中でも一番こいつが B 型だなっていうぐらいもう我を通すもう本当マイペースザマイペースな男がいるんですよそいつとこの前結婚式場の帰り道でおしゃべってて俺たち4人仲いいけどやっぱ B 型だから続くんだろうねみたいな話をしたら彼が一言ボソッと「え俺 A 型だけど」って言ったんですよ 付き合って付き合って10年なのに。マジでりょうは A 型だったんだよ。<laughs> 信じられない <laughs> いやいや。マジかお前こそ B 型だよ <laughs> <laughs> いや、俺 A 型だしって、いつから B 型になったのって。真剣真剣。先週の話。びっくりだよね。あ、そう もうこれ一番ほんと2015年12月にして一番驚いた話でしたね。えのもとりょうは A 型だったっていうね。人間って血液型変わるんか <laughs> 変わるわかんない。でも赤ちゃんはあるでしょ多分2歳までに変わるでしょ変わるのこれわかんない。かいウィキペディア情報だかわからない。変わらないと思う、ね。あ違うかなどうですか女,女性の皆さん。<laughs> <laughs> 違うかいやだからね、それは本当に驚いたね。えのもとりょうはね、A 型でしたね。あ、そうなんだ。 だからかあっていうのが僕の驚いた話でありましたが。なるほど、はいはい。メールがもう一つ届いてますので。はいはいはい。メール読みたいと思います。はい。え、ラジオネーム。はい。トイレの神様さん。Oh, TT! ありがとうございます。ありがとうございます。え、今年一番まるな話。はい。それは仕事を辞めたことです。あ、そうなんだ。はい。僕は長年勤めていた携帯会社を辞め。 そして今新しい仕事に就いています、えー、しかしその新しい仕事もなかなか思うようにいかずというか聞いていた話と全く違う内容で正直イラッとしていました <laughs> そして、えー、リトルホワイトのお二人に報告です、えー、私入、えー、たのこの度仕事を辞めますあ <laughs> <laughs> そう <laughs> ちなみにですが、1月からまた新しい仕事も決まってますので、ご心配なく。では、最後まで頑張ってください。ということで、トイレの神様様。<laughs> はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、2015年に全部長<れ>けですかステッカーどうすかえこれステッカーどうすかこれあげますよ。<laughs> 彼にはもう、先週も2枚あげましたもんね。あ、もう6枚ぐらいあげてもいいような。すごいね。 <laughs> 2015年仕事辞めてもう新規行ってんだって言って新しくやってあ<ー>それもまた辞めてなるほどでも、まあ、トイレの神様さんのすごいところは、うん、はいはいまたちゃんと次を決めてるってところだよねなんかそうポンポン決まる決まるもんなんですねねそれ驚きだよね確かにねだからなんだろうえこの前の会社何年ぐらいいたんですかねはねもう6年6年ぐらいいて丸年いて、うん、辞めて,て またで半年ぐらいかなああなるほど、うん、あでもすごいねすごいねこれ仮にですよこのラジオ聴いてる方でなんかこう就職がねちょっとあできないなとか,なんかそういう悩んでる方ももしかしたらいるかもしれませんよもうトイレの神様はですねこうやってポンポン仕事が決まってるわけですよ、うん、そういう人もいるわけですからもうぜひですねそのトイレの神様を見習ってですね絶対あなたに会う仕事っていうのはありますか 2016年そういうことをんでいただきたいというかトイレの神様やめすぎだろ <laughs> まあでもねまあ1月からまた2016年新規一転ということなので頑張ってくださいおめでとうございますおめでとうございますそれでは、はい、ここでいつものコーナー生歌のコーナーいっちゃいますはい、はい、今日は何ですかまたあの先週に引き続き ウクレレを何か用意してるの見えましたけどそうです、ね、今日はまた、えー、私がウクレレで生歌の方を歌いたいと思いますこれウクレレってあのー、4本しか弦がないでしょこれはいだコードっていうのはあのギターと同じようにあるのこれあるある全く同じコードですねギターをー<だ>指の指の押さえああなるほど、うん、例えば Am が人差し指1本とかそうはあはあはあ,あじゃあこれでまたウクレレ用のコードっていうのが あるわけだ。そうですね。ああ、いいですね。まあ、なんかあなたはね、これからちょっとアメリカに行くっていうような話もなかったり、あったりするわけですからね。ちょっとギター、ウクレレ持って行ったらい,いんじゃないこれえ。それでは、聞いてください。俺の話届いてねえよ。全然届いてねえよ。リュートで。カバーですね。加、うん、山雄三さんのお嫁においで。 もしもこの船で君の幸せ見つけたらすぐに帰るから僕のお嫁においで月もなく寂しい 暗い夜も僕に歌う君の微笑み船が見えたなら森さんれた体でかけてこいサンゴこさえた ヤカ指輪あげよう Hey! モリシャモリシャモリシャンはいえ、なんすかモリシャンハンは磨いたかな <laughs> モリシャン Yeah! ハン磨き子もしもこの海で 君の幸せ見つけたらそれはいつもすぐに帰るから僕のお嫁においで波も夢を見てる星の夜は ぬれたからだで飛んでこいこの部屋は23度!」「蒼えたきあげて燃える口づけしよう」「22度にしちゃうぜ燃える口づけしよう」 幸せだな。ありがとうございました。ありがとうございました。えー、設定温度をですね。二十二度に。私いたしました。<laughs> ありがとうございます。君はもう動き回ったからね。そうですね。結構やっぱりあの汗かくね。<laughs> 今年は <laughs> 暑いね。う <laughs> ん。二十二度って。冬だぜっすな。はい,はいはい。でも本当に沖縄、暑いですね。うん、確かにね。 びっくりするぐらいあのなんか暖冬って今年言っててうん、うん、大概暖冬って言うけどやっぱ寒いものは寒いじゃないですか、うん、本当に暑いですね暑い確かになんか一人暮らし始めて、うん、あの暖房器具っていうのが必要じゃないですかは、うん、はい、はいあのちょっとあの電気カーペットっていうのを手に入ったんですよ、うん、それを敷いてるんですけどもう全然スイッチいらないかもしれない今年はだからなんかストーブとかアパートになんか置きますはい なリュウトはあれでしょ、あのー、なんなんアパートでしょ、うん、お家、うん、アパートって大体暖房器具っていうのはどういう,う,いうのを使うんですかカーペットぐらい。あ、カーペットぐらい。うん、それで全然冬は。全然、基本的に暖かいお家暖かくて涼しいお家あ<ー>快適あ。そうか。はい、次行きましょう。はいはいはい。 ままあまあ年末に入りますのでね、皆さん、これからかなり忙しくなる時期、はい、まあ飲み会なんかもあると思いますが、はい、砂川さん、年末の予定はどういう感じですか年末の予定はですね、あのー、結構、あのイラストのお仕事をいただいておりまして、いいですね、えー、それに全力を注がしていただきたい,い、えー、砂川祐希はです、ね、皆さん、ラジオを聴きの皆さん、そしてユーストリームをご覧の皆様、 長井勇はイラストレーターという仕事をしておりまして、はい、ま T シャツそれからまあトートバッグマグカップのぼり、えー、何でも作りますので何でも作りますでね、あのーまあ、それそこら辺にある、まあ、要はいろんな人と同じような T シャツの柄とかではなくて、はい、<laughs> 皆さんがこ,うこのデザインって作りたいけど無理だろうなみたいなそういう感じの、ね、ものを まあ彼に相談すれば彼は多分作れると思いますのでももしかししかかたらやれれるかもしれません世界に一つだけの T シャツ世界に一つだけのトートバッグ世界に一つだけのマグカップをあなたのご家庭にも <laughs> <laughs> 僕はね世界に一つしかないものをもう一つ持ってるよなんだい君だよ <laughs> あ,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 あ、もう CM に行きたい <laughs> 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 すいませんでした はい、えー、何でしたっけそっか年末じゃあ、皆、はい、さんも仕事詰めって感じですね。そうですね。森さん、何かありますか僕はですね、うん、明日からアメリカに行ってきます。<laughs> <laughs> もう完全に自分のぶっ込みパターンでしたね、<laughs> この質問は。はい、ちょっと明日からですねあ。何、何、これ何、いつから計画したの、えー、アメリカのサンフランシスコの方に行ってまいりますので、皆様。 よろしくお願いします <laughs>。何かよろしくお願いしますって。あのね、人の幸せな話をね、僕聞いても何とも思いませんよ。<laughs> 上野幸さんみたいにね、とんかつがどのこのっていう話、そ,うねうね、それは、それぐらい持ってこないと、ステッカーをあげるよ。そうだよね。うん、サンフランシスコっていうところに行ってきますので、<ん>えっとね、シスコ <laughs> シスコシスコあ、あのー、シスコってどこにあるの西海岸。 西海岸西海岸って言われる場所にあって、カリフォルニア州サンフランシスコ。ホテル僕もね、あの、僕もね、アメリカ、本国に行くのは初めてで、去年はハワイに行ったんですけれども。何が本国だよ。それも行ったことない人間もたくさんいるんだわ。本国っていうね。すごいいい場所だったんですみんなが行ったことあると思うやっぱ本国にも行ってみたいなってまあ、行きたい。行きたいと思った、その日の夜に僕は、 ANA という航空会社の値段を見ましてあピーチじゃないんだちょっと格安じゃなくてまあ海外はやっぱまだ ANA か JAL かどっちかでいこうかなと思ってそれはなんでその,その選択肢は何あなんか危険がいやわかんない全くわかんないもう勝手な判断で <うん S 2> まあとりあえずまだ ANA か JAL でいこうと思って穴、うん、って言えよそうそうで ANA の方がサンフランシスコ直行便があったので ANA を抑えまして、うん、だからもう本当に、なんていうの、とんとん拍子というか、はいはい、行きますあ、行こう、行きたい、あじゃあもうチケットみたいな感じで、その日の夜で抑えてて、は<ー>そうなんです1週間ばかし行ってきますので、これ、年末には、ね、帰ってくる予定は五、まあ、分五分、いや、8割は帰ってくる予定なんですけど、ちょっとまた向こうでもね、いろいろ話が盛り上がってるみたいなので、うんまあ、そこら辺はどうなるかっていうところは分かんないのでね、人生何があるか分かんない。 あのね人生何回ですか1回ですあの俺ロシアにね多分親戚がいたかもわからんから挨拶してきてあのねアメリカってすごい大きいんだよ知ってた大きいでしょだロシアはどこにあるロシアはアメリカの隣だろ上で上上ああじゃあ通らんなさアメリカだから車で56時間とかが平気らしくてん何が移動がそうそうそうああそうだか沖縄の感覚だとやっぱ遠いじゃない2時間 移動するのでも遠いなって思だから僕はロサンゼルスっていうところも同じカリフォルニア州なので気軽に行けるのかなと思ったらカリフォルニア州からサンフランシスコまではまた6時間ぐらいかかるカリフォルニア州の中にシスコがあるのそう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 だから中上郡西原町の中上郡がカリフォルニア州ってことはあなたの家から僕の家までがアメリカ版でいうと6時間かかるってことそうそういうこと。 はあ歩いたら2、3分だからね、気軽に行けないよね、いやそれはやっぱり、自治会でやると言ったら、またあれどうなるのそしたら、LA に行く感じ <laughs> それは分からんけど、あじゃああのやっぱりね、アメリカに行ったことない人もいるわけですから、<laughs> うん、それぐらい噛み砕いて説明していただかないと分からないですよ、まあ、だから僕も初めて、まあ、本当に初めてアメリカには行くので、たくさん面白い話あるんでしょうね、そわそわもちろんね、まあ、来週か、来週またありますので、ラジオが。 来週は第1月曜日ですので、はい、えー、っと、これは1月の放送ですか、12月そうだね、うん、1月、来週1月 1> ごめんなさい、再来週ですね、再来週の放送の時には、またアメリカのね、 お土産話もできたらなとなんか旅行トークが結構ありますな思ってますのでまあれぐい広島の話あったしねそうそうれぐれい気分が悪かったっていうおうちにはならないように僕も気をつけたいと思います余裕は大事ですからね本当にあの重ね重ね言いますが余裕は大事ですからそうですねありがとうございます作っていただきたい皆様もぜひ楽しい年末年始をお過ごしいただけたらなとはいはすが1月は4日ですね1月4日1月4日の放送まあだから多分世間でいう 仕事始めの日じゃない一番こうみんなが「あーだりー」ってこのああ<ー>今日から仕事だよっていう日の夜にやりますのでそうですね早く寝ないでぜひこのラジオまでは聞いてほしいなといやでもねその,そのじゃああなた言ったように例えばじゃあ世の中みんなだりーって言ってたらするじゃないですか、うん、そこにあなたこの幸せ満々の雰囲気でアメリカの話されたら誰が聞くんでしょうね,そうだよねだやめますアメリカの話はアメリカ行くわ <laughs> 俺が行っても怖いはしますけどうんいきはしますけど本当ですか、はいうん、一応元気だな俺一応誰よりも <laughs> 心配してるかも分からんからよ <laughs> あそっか年末<ん>年始といえばはいあでも違うかごめんなさい今のはちょっとなんでもないですねはいはいはい今年まるってなんか他にないの、はい この前びっくりしたっていう話これはそう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 うあれでもうすべての記憶飛んだよね2015年のああ便利なもんだ本当にまあれびっくりしたよね本当にいっぱいあったんですけどね僕もあのじゃあちょっとちょっとショートバージョンねはい今年一番感動した映画おおああいいねそれ「青天の霹靂」というははいい大泉洋さんが出てる劇団ひとりっていう人すごいですね 聞いてる人の話あのね、この空間あなたと私しかいないわけですよ <laughs> あなたが合図中打たなければ僕はその無音の空間に向かってこの声を放ってるわけよわかる？うん、携帯を見ながら僕の話をやってるわけですけど晴天の霹靂ですねあの大泉洋さんあの改めてやっぱ演技うまいなと思いましたね上手、うん、だね入ってきたあの脚本が、えー、劇団ひとりさんあの人はたぶん小説も二三本書いてますよね、うん、確か、うん でこのの晴天のでで、ね、影日きに咲くあ,あそっかそうそうそうそれあれが最初の作品だよね、うん、すごい売れたんだよねあそうなんだそうそうそうはーはーはーあしてああ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 いうこともできてそういうこともできてこの振り幅がすごいよねそうそうそう,そう<あ>なんかあの途中であの柴咲子にビンタされるシーンがあってこれもね本当だってあのコントにったら笑うところよ、うん、そこをこうなんか本当になんかそういうなんだろう 一つの演技としてて成り立ってるわけよなんだろうねこのさじ加減があるのかなこの笑わすところの演技の仕方とええでそのちょっとちゃんと見せる場所っていうかその振り幅がなんかあるのかもしれないですねだそういう演技だとかあの単純に脚本も面白いのでぜひもしあのね見たことがない人がいましたらぜひ見てください「青天の霹靂」今年一番砂川がヒットした映画でございましたありがとうございます これ時間は残り2分半ですか、はい、はいはいはい、何かありますかまあ、何かありますかというか、うんえと、もう2016年に入るわけですけども、はいはい、来年やりたいこととかありますか、砂川さん、こういうのチャレンジしたいなとか。来年はですね、うん、ぜひあの、空を飛びたいですね。おお、またやめとけ。うん オッケー分かったじゃあ、切り替えて、<laughs> 来年はちょっとライブをたくさんやりたいですね。うん、そうですね。ちょっとあのー、月1回のライブ、また自分企画でちょっとやってみようかなと思ってまして、うんうん、そこらへんの情報もあの、ラジオだったり、フェイスブックだったり、であと、リトルホワイトのライブもね、うん、もちろんたくさんやっていきたいと思ってますので、ライブと、あとは、なんですかね、イラストばんばん描きたいですかね。とは一人暮らしのの部屋を すごい指摘にしたいなと思ってますね日本一周っていうのは来年は考えたらまだプチ旅行っていうのを来年は絶対やりますプチ旅行なんかあのあなたよくねこう思ったらすぐ切符取るじゃないですかはい飛行機の切符をはいああいう感じで僕もなんかこうそういうふうに連射して連射してはいいっぱい取りまくってでんかふらふらこうなんかしたいなとあ っって思った時にすぐ行けるようなそういううススタンスそうだよね、そのスタンス大事だよね。だからそれぐらいにね、できるぐらいになんか余裕を持てるぐらい仕事を頑張りたいなと思っております。はい、ありがとうございます。T シャツ、のぼり、マグカップ、作りませんか、うん、<laughs> 世界に何個だっけ <laughs> 世界に一つ。ありがとうございます。あ,あなたのご家庭に。ありがとうございます。まあ2016年も、このリトルホワイトの茶笑いラジオ、こんな感じで進んでいきます。はい、そうですねまあもうちょっとね。 ぐだぐだってなる部分を減らしつつ。いや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 、<laughs> 森さん全然ぐだぐだしてませんよ。してませんかしてませんよ。ありがとうございます。全然、あなたのこのさじ加減で僕はあのスイッチ入りますから。ありがとうございます。ぜひ僕をコントロールしていただきたい。よろしくお願いしますね。さあさあさあ残り30秒です。30秒ということでね、あのー、冒頭にも申し上げましたが、 え、一本締めというものを私やりたいと思っております。一本締めにかかる時間というものが、だいたい10秒ぐらい要するかと思いますので。今ですね、石木さんからメールが来て、今年一番丸々した話ですが、今読むんですか今年一番緊張した話ですが、人生初のラジオ番組に出演したことです。なるほど間に合いましたよメールありがとうございますありがとうございます !2016 年もリトルホワイトよろしくお願いします !2015 年ありがとうございました 僕行きました <laughs> <laughs>